宮城長五郎宮城長五郎は、明治から昭和にかけての裁判官、検察官、政治家、司法大臣、貴族院議員、旧少年法及び共生院法の成立に尽力した人物として名高い、埼玉県出身、農業宮城藤二郎の次男として生まれる、育文館中学第一高等学校を経て、1906年7月、 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。司法監視法となり、千葉地方裁判所詰めとなる。1908年4月、判事に任官し、東京地方裁判所に着任。以後、八王子区裁判所予診判事、東京地裁判事を歴任。1913年5月、東京区裁判所検事に移動し、同年9月、 司法省参事官となり法務局に勤務。1918年7月から翌年6月まで欧米各国に出張した。1921年6月、司法省大臣官房保護課長に就任。保護課長として、旧少年法及び共生委員法の成立に尽力した。1925年治安維持法の成立にも司法省政府委員として関わった。彼の思想は、 犯罪を未然に防ぐという観点から、具体的な犯罪が起こる前、その恐れあるものも取り締まるというものであった。そのため、1928年の3.15事件、及び死刑などを盛り込んだ治安維持法の改正に際しては、刑罰主義に負けたとして批判した3月、大臣院検事に移り、東京地裁検事制、長崎高層院検事長、名古屋高層院検事長などを歴任。 5.15事件、血命団事件、新兵隊事件、定人事件などを担当。また、基礎猶予者、執行猶予者の保護のための組織である帝国更新会を設立した。1939年8月、安倍内閣の司法大臣に就任。1940年1月16日に、同内閣が総辞職をするが、その直前の同月14日、 貴族院直選議員に任じられ、無所属クラブに属して活動し、死去した。去年65、ありがとうございます。